中高ってこう4年間ぐらいにわたっていじめられた女の子なんてすごいカウンセリングに通ってて、それこそ PTSD ですと。そうだね、あれは。ここ札幌ですよ、今ね。うん、札幌、うん、札幌の中央卸売市場の場外市場を出まして、これから市内を巡りますね。北11、西16、北10、西16を斜め、ね、こうやってほら、右折レーンないでしょ。これ札幌の難点で、ね、気づかなかった、右折レーンないの。右折レーンがあるとこほとんどレーンがないから、あるとこあるんだよ、あるけどね、こんだけ道広いのにね、右折レーン作んないんだよね、なぜか。なんかでもあれ、あのよく見るとね、やっぱり札幌って独特の街並みしてんだよね。あの雪をね、あの入り口を雪を避けて入れるようになってるんだけど、へこんでんだよね、あの入り口がね、下の部分が。あ、女の子いじめるってね、女の子いじめるのが得意だったみたいで、小学校の時にはね、うん、あの絵を描いて、うん、あの先生に褒められた女の子がいるんだって、うんうんうん、でその子の絵を取り上げて足で踏みつけたりしたんだよ。いや、褒め方も陰険だよ。その子好きだったんじゃないの。いや、そういうことじゃなくてね、やっぱ悔しかったの、うん、あ、絵画教室通ったんだよね、実は。そう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 、いろんなことさせたよね。間違った方向でケオってケイケイをね、うん、褒めて育てたと思うの。で、褒めて育てるっていうのは基本的にね、まあ、その子を成長させるために大切なことだと思うんだけれども、一歩間違えれば増長させることになるじゃない。で、経験って増長したのよ、慶応に褒められすぎて。北10、西16を斜め右方向です。 GPS も測定しています。ほんと弱いものいじめ。北10、西16を斜め右方向です。強そうな人にはやらないよ。で、必ずリーダー格のサブにつけてるから。斜め右方向です。いや、もんぺもんぺ、ケオってもんぺ。で、そのいじめられた子にね、あの絵をね、踏み、こうつけられた子の親が電話したら、ケオにね、最初にうちの子がそんなことするわけないって怒鳴ったそうですよ。でも目撃者とかがたくさんいて、結局ね、頭下げなきゃいけなくなったらしいんだけれども、最初は怒鳴り返したらしいですよ、逆にして。ね、洗車兵さん、そうですよね、右折レーンが少ないなんて考えたことなかったよね、道内に。東京に比べたら全然ない、東京に比べたら全然ないよ。5番の目に入っていく感じでね、うん、
番、札幌が5番の目ですからね。と、まあ、全国5番の目だと思ってたの私。地理、地形東京は難しいよ、東京は。東京が5番の目じゃなくて、びっくりしちゃって。だいたいね、行ったことないところでも住所聞けば5番の目だから、だいたいどの辺かわかる。およそ700メートル先、北1、西14。第一、西15号、左方向です。やっぱ車社会だよね、こっち。車多いよね。うん、でもね、札幌はかろうじて地下鉄も発達してるからね、うんうんうん、ギリギリ車なしでも生活できるかなって感じ、うん、若い子とか車持ってない子多いよ、うん、でもさすがに地方はちょっと無理ね。無理だよね、あの、うん、北海道、ほらこの間本当大旅行やったけど全然車なかったら話になんないね。お年寄りが乗ってるから怖いんだよね、うん、突然あの遅い、あのみんなすっ飛ばしてると思ったら1台だけなんかすげえ遅い車がいて、あ覗いたらやっぱりそうなんだよ。1年に何回かね、うん、高速を逆走してくるお年寄りが事故を起こしたっていうニュースがあるのよ、北海道、うん、逆走するまでは、ね、そう、夫さんは70になったら返納しなきゃダメですよ。70で、うん、70で、うちはもう70でやめましょう、うん、私も70でやめるから。ビルの中だったね、うん、これが目印だな。だいたい古本屋ってね、たぬき工事とか北大の前に置いてるね、昔ながらのやつ。まあ今あるかどうかわかんないけど、昔はたぬき工事が北大の前から古本屋が結構あって、結構やっぱりね、こっちでないと買えない本ってあんだよね。あのカラプトに関するものとかさ、あの地元の本はね、やっぱ地元で買わないと、うん。最近我々買ってるものは、あの経験問題か意味問題ばっかりだ。あ、私は受験問題。私はね、大正時代から昭和初期の受験ものの本を集めるのが大好きなんですよ。なんかそのうち受験問題始まるね、うん、ただね、受験ものの、まあ、古い本って、まあ、他の本もそうだけど汚くて嫌なんですよ、うん、古いからね、うん、だから今ね、かなり札幌に取り寄せた受験物の古い本たくさんあるんですけど、実家に置いといてもらって陰干ししてんですよ。相当古いやつだね。そう、北一条通りですよ、ここ。北一西14、うん、ちょっとぐるっと回って秋篠の人たちにホテル特定されたら困るから。ああ、寝られるな、うん、襲われたら困るから、岸の人。そんなことないだろ。でも岸の人たちは狂ってる。狂ってたら凶悪なのよ。いや、いるよ。狂ってるから何しでかすか分かんないよ。まあ、よくあんな連中の言うことを信じるなっていう点では、ちょっとあんまりまともには感じない。特にツイッターの人たちおかしいじゃないですか、うん、あ、おかしい、あれはおかしい、うん、あの相手にするのみんな苦労してる。そう、私は相手にしないけど、うちもガン無視。悪質だよね、だってさ、捨て垢いっぱい作ってやる攻撃してくんだよね。およそ300メートル目的地付近です。フォロワーがいないさ、やってくるから。
まだまだいるから明日雪印パーラーか四つ葉パーラーも美味しいけど四つ葉パーラー混んでんだよね。配信しにくくて珍しくなってさ先生ね、街中のね、一応5番の目になってるんだけど、うん、一方通行多いの。あ、一方通行多い、ね、だからぐるっとね迂回しないと目的に つけないことが多いんですよ。本当そう。ここがね、大通公園ですよ。大通公園色がついてますね、葉っぱね。上の方も落ちちゃったね。ここまっすぐ行くとね、テレビ塔あるから。おー、そう。ね、大通公園、夏はね、ここでビールとかみんな飲んだりしてますよ。冬はあれだよね、雪祭り。そう、冬は雪祭り。日本沈没ってあったじゃないですか、昔、うんうん、で、北海道が沈没するところはね、雪祭りが、うんうん、雪像が沈没していくところとかあったよ。ひゃでもそんな日本がね、揺れてる最中に、ね、雪像作るのかとか思うけど。自衛隊だから仕事早かったんだよ。あれが テレビ塔ね、テレビ塔。なんか裏寂しいよね、葉っぱをボンボンしてる。え、寂しい？そうじゃない？今の時期、雪が降るとなんかまださ、あのね、こう寒い時期の夕方がシーンとしてて、うん、北海道ってすごい寂しいの、うん、夕方ね、なんかシーンとした感じになるの、北海道。うん、おっとさん雪まつり行ったことある？じんさん誘われて行ったことある。あの雪まつりそのものっていうよりもね、雪雪像を作ってる自衛隊が作ってるのを見に来た。あ、うん、面白かった。訓練の一環でやってんだね。風間さん、スパチありがとうございます。フォルクスワーゲンに乗ってるんですね。そう、フォルクスワーゲンの一番安くて一番小さいやつです、うん、でもこれ小さいけど本当に便利よね、うんうん、もう今回の旅行でおしまいです。よくこれであれだよね、広島まで行ったよ。行ったよね。あの運転はしやすいんだけど、とにかく荷物乗せられなくて、それが苦しくて苦しくて。ススキの方行ってみる。そう、エイミヤさんと同じワーゲンです。あ、エイミヤさんのは全然違うからね。でも黄色、同じ黄色。いや、これは悪いけど、あんな軽薄な色じゃないから。これ私が一目惚れして選んだんです。あれ、中古で100万で買った、当時も100万って大変なんだけどさ、あれ、車に詳しい人に困ったら、あのワーゲン特別仕様でさ、すごい高いらしいよ。もうお金使い放題、お金と特権使い放題。でも、として貯めたわけだね。あんなみたいにダメだよな。やっぱりあの親が良くないよ。最後
こと言っちゃったらみんなダメになるわ。なんかあれで上揚げの中古なんて篠原は知らねえからどうのこうのって知ってるバカやろね。あんなところでカメラ撮ってるよ。テレビカメラ。本当だ。あ、テレビ塔見せてあげない。テレビ塔、テレビ塔。過ぎちゃった。テレビ塔これだよ。あ、見えない。あ、テレビ塔じゃない。あの、あれ。時計台。時計台。時計台過ぎちゃったよ。うん、だって時計台見にくいんだよ、あれね。そうそうそう。交通量多いとこだから。じゃあ世界三大がっかりだから、時計台。うん。やめてもいいよ。さ、世界三大がっかり。歌がさ、美化しちゃったんだよ、あの、裕次郎の歌が。時計台の下でまだまだ待ち合わせるなんて、それはあそこで待ち合わせねえよ。北海道人はね、不二家のペコちゃんのところで待ち合わせてたんですよ、昔。地下の大通りのペコちゃんのところが待ち合わせ場所だった。なるほど。あとロビンソンの地下とかね。すすきのに行くときはロビンソンの地下、大通りのところはペコちゃんの地下。地下で待ち合わせるってのは冬でも待ち合わせられるね。そうそうそう、定番。それこの大通りのさ、この突き切った道もさ、結構地下で歩いていけるよね。うん、そうそう。まあ、洗車兵さんはね、歩くの好きだからね、彼とこうなんかやるとずいわ。市内中歩いてるのかな。自衛隊の人たちって歩きますよね。うん、でもモスクワ行った時ロシア人も歩くってのが分かって。もうちょっと私ロシア人の歩きについていけないんですけど、足おかしくなりそうになった。ここがね、今見えるアーケードのところがたぬき工事です、うん、中島公園ぐるっとして帰ろう。はいはい。でそこたぬき工事、たぬき工事もあれだね、中国向けの店が増えちゃってあんまりあれだね、全部歩いても面白くないね。うん、昔たぬき工事にね、金一館というね、あのお年を召した方が中心になっていくデパートみたいのがあったんです。ここがたぬき工事です。今通りました。今ないよ、金一館。結構こういうちんこい店いろいろあるんだよね。ちんこい店っていう、こんな感じ。問屋があったりさ、ラーメン屋があったりさ、アパの向こうからすすきのでしょ。あの奥がすすきの、いわゆるすすきのになります。で、金一館ってホテルにあフラノにもあったんだっけ、塩のこと。あったあった、フラノにスーパー見たくなってるの、金一館。そうそうそう、今思い出した。うちのお父さん昔単身赴任してたんだよね、フラノ。あの中島スポーツセンターね、全然わかんないでしょ、何言ってるか。さっぱりわからない。あ、今夜皆既月食らしいよ。昨日なんか満月だったやん。昨日なんかね、私たちね、スポーツ芸能にも疎いんですけど、天体にも疎いよね。全然疎い。うん、天体全然ダメ。苦手分野。昔この辺にボーリング場あったんだよ。最後は坂森という名前はやめてほしい。居酒屋。忘れられないけど。あの、アッパホテルあったところは、昔ね、あのミスタードーナツで、うん、上はエクシングっていうディスコがあったんですよ。なの行ったの。昔ディスコあれ行きませんでした。行かなかった。好きじゃないかったけども、でもなんかいろんなことの二次会のからディスコとか行かなかった、うん、友達みんなうまかったけどね。好きじゃなかったけど、とりあえず何かの二次会行ったらディスコしてよ。札幌はね、この上がエクシングです。
関東は18時から解禁でしょ。へぇ、知らんかったね。こんだけニュース見てて、こういうニュースはなぜか頭に残らない。残らないっていうか目に入らないっていうか、大体俺見てるのはあれだね、中国のニュース、ウクライナのニュース、あとはあれでしょ、ケオ問題、ケオ問題、あと私は変な事件。目の色変わるからね、何何や、変死体が見つかったとかさ、あの熊に食われたとか言ったらさ、あと変態もの好きだ、変態もの、変態が最近現れないね、うん、最近の変態ちょっと寂しいのもあるけど、あの不審者人物情報とかあるじゃない、あるある地方の、うん、ああいうの好き、一時さ、あの地方議員さんのさ、SNS でさ、不審者情報あると一生懸命自分もさ、ツイッターしたりさ、Facebook も流すのやったね。大山もやるやつだよ。あ、本当？さあ、すすきの駅だ。あ、そうだ、あれ、香水すすきも。一本、まだ放映してないのあったね、メンバーシップ用にこないだ撮った。ああ、そうだね。あれ、うん、2、3日後に流そう。裏話、ちょっとやばい話、うん、ちょっとまだね、流してないメンバーシップ用のね、皇室関係裏話。しかしあれだね、この辺のやっぱりすすきのあたりのさ、ジンギスカンはあの、なんていうか、風情があるね。うん、風情ある、普通だよ、古っぽそうなさ、たまたまじゃない、なんか、掘ったて小屋みたいな感じでさ、アパホテル多いね。でもアパホテル結構さ、あの流行り病のお宿にされてるよね、うん、いや、あのまとめてね、うん、それ専門なんて、隔離施設みたいな、でもビジネス的にはいいかもね、あれ政治力使ってんじゃないの、あそこ、うん、あそこ会長やりてたからさ、あのすすきの危ない、うん、大丈夫、ある程度前に、ね、一丁目一番地的に言われてる、あそこに見える青いのがね、パークホテルね、奥がパークホテル、あの青いの、うん、天皇陛下とか来るときってパークホテルはそこに泊まる、一応一番ね、北海道で格上のホテルはグランドホテルなんだけど、天皇陛下はなぜかね、札幌パークホテルとか一番古いんだけどね、すごく。ホテル多いですよ、札幌。出張の人多いから。ピンからキリまである。前でも仕事でした時に、洗濯機付きの部屋なんかあって便利だったもん。あ、そう。ね、東急ステイホテルですね、洗濯機は。うん、あれ便利よね。便利。でもちょっと狭い。狭いよと。狭くて仕事しにくくて。で、そこのね、横が、この裏がね、中島公園っていう。6月に来たらお祭りに見れるよ。ここはな、中島公園。中之島。大島テルとか見ると、うん、この辺一帯ね、マークついてるよ、この辺一帯で大島テル物件が多いんですよ。あ、ラフォートさん、これ教職員組合のホテル、あ、この辺綺麗、うん、ここ五穀神社あるよ、あ、いや、ここはね、それこそ戦車ヘイドのに連れてとか、うん、五穀神社、なんかね、宝物館があるのね、あの地下にね、うん、それは予約しないと見れないのよ、ね、珍しいもの置いてあるんだよ、あの乃木大将のさ、セーブとか、あ、沖縄の日があったよね、沖縄の日、沖縄の日があった、あれをね、要するに北海道出身のさ、兵隊さんの戦死者の名前が全部彫ってあるやつね、あれ、大山が知らなくてさ、沖縄行ったら絶対お参りしますとか言ってたやつさ、これそうそう、これ中島スポーツセンターか、
中島スポーツセンター。ここ五穀神社。ここでね、新カメラのね、ロケがあってね、うちの弟映ってたよ。これ弥彦神社か。宿入ったら一仕事だね。うん、ちょっと私ショートムービー作らなきゃ。ずっと頭の中でしょ。夜8時じゃない、うん、ショートムービーのことで頭がいっぱいなんだけど、間に合うかな。間に合いますよ。大きい道通そうですね。特に変な道じゃないですか。でもそんな裏道ってないよ、あんまり街中で。北海道は八幡って、ね、おこわの会社の。へー。光弁当書いてある。今日あのデパートとかに書いてある。日差し弁当。あともう少しで閉めますね。はい。結構道でこぼこしてます。ねえ、路面電車もあるし。北海道って道でこぼこしてるらしいですよ。なんか冬道でなんか悪くなるみたいな。あ、でも札幌市内はそうでもないよね。あの青森が結構でこぼしたね。青森？うん、やっぱ寒いからだな。だから道が傷んだ。あ、これ東京からよく走ってきたよね。ね。およそ300メートル先、南14、西11を右方向です。うん、この辺はね、山花って言います。山花って。結構大きめのドラッグストアあちこちあるよね、札幌市内。うん。あ、コンビニでお水買って帰りたい。お水ね、2リッター丸々入ってる。なんで使わなかった。うん、じゃあいいね、じゃあ買い物する。うん、お母さん家からデザートとかももらってきたし。全く持っても大丈夫。じゃあもうしばらくこもりますよ。仕事モードですよ。うん、夕方ラーメン食べに。うん、夕方ラーメン食べに行って、それまではもうお仕事。でも私好きなもの、うぐりと。
動画が仕事になったから仕事してる感じしないんだよね。ああ、いいね。まもなく南14、西11を右方向です。山花です。じゃあ、オードリーに入ったらおしまいにしますね、配信。右方向です。右に曲がってまっすぐ行ったらオードリーになります。さすがあるね、土地勘あるね。そりゃそうですよ、東京全然覚えないね。18から私、札幌です。東京は全然覚えないね。東京は無理、わかんないよ。五番の目じゃないから覚えようがないよ。もうこの寒いのに結構メロン売ってたよね。売ってたね、メロンね。ビニールハウスなのかな。昔は売ってなかったような気がするけど。寒い時期？この先、事故多発地点が続きます。結構今日長時間ライブだったね。うん、短いやつだった。2時間もやっちゃった。お付き合いいただいてありがとうございます。スパちゃんもいっぱいいただいてありがとうございます。なんとなくこう札幌って時がね、気にしてもらう季節限定で。そう、そんなにでも東京って右折レーンあった？これくらいの交差点ないとこないよ。そうなの、うん、そしてやっぱりちょっと雪印スパーラー配信やりたいね。みんなに見せてあげたいね。まあそうだね、うん、混んでなきゃね。空いてる時間って何時ぐらいなんだろう、うん、まあ3時とか4時、3時4時に帰って入ってない。でも平日だから、うん、あのお昼時ランチとか食べてる人多いから、うん、それ外せよ。四つ葉パーラーは絶対混みすぎててダメ、うん、あそこあの何人数、うん、あの札もらわなきゃいけないぐらいだから。しゃ、うん、みんなまず食べるの流行ってる。美味しいのかな。でも生酢料理をなんか YouTube でこないでやってたよ。天ぷら作ったり。いや、淡白な味がしない。油ないんだったらまず美味しいのかも、うん、逆に味付け工夫がいるんじゃない。臭みあったんだな。臭みは抜くんだよ、これ。どの臭かったりして、あの土壌にしても何ですか。顔をさ、どこあの泥吹くんだよ。ひっくりドンキーです。全国どこにでもある、びっくりの。あの札幌に本社があるからずっと札幌のね、レストランかと思ったら違ったんだよね。どこだっけ、山形だっけかな、忘れて。そうなの。福島か、うん、どっか別のところなの。いや、俺知らん。じゃあそろそろこれで終わりしますね。ありがとうございます。じゃあ今日ショートムービー楽しみにしててください。さよならは。さよなら。どうもどうも、終わります。